どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。キラキラプリキュアラモード、ガシャポン、アニマルスイーツチャーム、SP 全4種の方をご紹介したいと思います。今回はコンプセットの方を買いましたので、全4種一気に紹介したいと思います。では早速中身の方を開けましょう。せーの。はい、中身を開けるとこのようになっております。そして、ガシャポンの中には必ず説明書が1枚入っております。ラインナップはこのようになっておりますね。1番、スイーツキャッスルチャーム。2番ペコリンクッキーチャームいちごピンクバージョン、3番フラミンゴチュロスチャームメイプルオレンジバージョン、4番キラリンケーキポップチャームトロピカルバージョンになっております。では一つずつ見ていきましょう。ではまずスイーツキャッスルガシャポン版の方から見ていきましょう。全体このようになっております。デラックス版、食玩版と比べるとこのようになっております。左側がデラックス版、真ん中が食玩版、右が今回のガシャポン版になっております。上の見た目に関してはラインストーンがあるのとないとの違いになっております。一番見分けがつく部分はこのハートマークの部分になります。ハートマークの色がピンク色であるのがデラックス版、ハートマークの色が透明であるのが食玩版、ハートマークが真っ白であるのが今回のガシャポン版になっております。続いてペコリンクッキーいちごピンクバージョンの方見ていきましょう。全体このようになっております。通常のペコリンクッキーと比べるとこのような感じになっております。ところどころ色のデザインが全く異なるものになっておりますね。ラインストーンの色も違います。続いてフラミンゴチュロスメイプルオレンジバージョンの方を見ていきましょう。全体このようになっております。通常のフラミンゴチュロスと比べるとこのような感じになっております。やはり色のデザインが全く異なるものになっておりますね。続いてキラリンケーキポップトロピカルバージョンの方を見ていきましょう。全体このようになっております。通常のキラリンケーキポップと比べるとこのような感じになっております。やはりこちらも色違いになっておりますね。ラインストーンの色も全く違います。ではこちらの全4種デラックス玩具との連動音声の方を確認しましょう。
クラブ、おいしくなーれ。やったーってか。アニマルプリンセス、やったりでキラキラプリキュアモードガシャポンアニマルスイーツチャーム SP 全4種の方をご紹介いたしました。こちらの全4種のアニマルスイーツ、やはり今まで発売されたアニマルスイーツと全く同じ音声になっておりましたね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。